皆さんこんにちは。今日は平日です。ただいまの時刻は5時ぐらいです。今日はある場所まで行って、撮り鉄をしてきようかと思います。何にでも化けるキリンチャンネルです。そんなことで今回もよろしく、お願いします。場所は、いつも通り茅場町からロケスタート。ロケ1本目の電車は、そろそろ東京メトロより引退しそうな03系が、来ました。確かこいつには一度も乗ったことがなかったので、引退前に乗れてよかったです。地下鉄って、移り変わる景色が真っ黒い壁だけなのでかなり退屈なんですよね。残念。今思った、日比谷線は南北線とは、乗り換えがないんだと。なんかすごく豪華っぽい駅に到着しました。この駅は特別なのかな？日本電車を見送りました。以外にもすぐ電車が来てくれたので良かったです。この電車は各駅です。東急はホームドアを全駅に設置するとか言ってましたので、その稼働している様子を見てみましょう。しかし東京メトロ内は ATO 装置を導入しているのに、東急線内ではそれに対応してないらしく、など手動運転をしているかのような運転を見せる時があります。実際は定位置停止装置、通称 TSC を導入してるらしいです。通勤特急の通過待ちを言います。特急と通勤特急の違いは、日吉に止まるか止まらないかと、みなとみらいからの各駅かしか違いがないだけです。この電車は、それほど混んではいません。さすが各駅停車。田園調布です。ここからは目黒線と路線別複々線です。なんかこう、乗っていると自分の家に向かっている方向に家はないのに、それっぽく感じるのは自分だけでしょうか。東急線の各駅停車に乗っているとわかることがあります。駅間密地化。そうしてるうちに今回の目的地元住吉に到着です。この駅は列車と列車がごっつんこした駅でも有名ですが、近くには車庫もあります。さーて、ここで一体どのくらいの列車が取れるのでしょうか。楽しみです。こんな感じで30分に座ったらかなり取れましたので、もう帰りましょう。
金持ちしか住めない武蔵小杉で乗り換えをします。武蔵小杉にやってきたのは東京メトロ車でした。これでどっかの駅に行きます。そこそこ混んでいましたが、なんとか入り口付近を確保できました。東横線に乗るのは今日が初めてだったりします。さっきまで明るかった多摩川も今は外の明かりがここに川があるということを示していますね。そういえば最近は信号をなくして列車に速度を表示させる路線が多くなりましたね。東横線はいつから信号をなくしたのでしょうか。わかる人いたらコメントへお願いします。ほとんどカットしました。だって近く感が多くて黒い壁しか映らないんですよ。ということで新宿三丁目に到着しました。新宿へは丸の内線に乗らないといけません。乗り換えがめんどくさいんだから。意外と丸の内ホームと近くてよかったです。先頭車にいたからだけど。丸の内線の電車が来ました。かなり混んでいます。問題、ここの区間はどこでしょう。〇〇駅から〇〇駅で答えてください。ここは大手町です。なんと、改札内で丸の内線から丸の内線から東西線に乗り換えるルートを見つけたので、行ってみたいと思います。え？なんか変なのが聞こえたって？自分は知らない。出ましたー。鉄棒の廊下。ここはどこかというと半蔵門線大手町駅の上です。このように歩く歩道がない自由通路がありました。この先に東西線大手町駅があります。クソ長かった。東西線ホームはまだまだ先にあります。というか一度千代田線ホームに降りないと東西線ホームへ入れないようになっています。東西線まであと 245m。 やっぱり長い。なんで地下鉄は線を乗り換えるだけなのに一度改札を出たりしたり出なかったり何なんですか。長い。もう撮影がめんどくさくなってここまでしか残ってませんでした。ご視聴ありがとうございました。